はザラのワイドパンツで、サンダルがスタッカートのキラキラのサンダルを合わせてます。行きます。ビルディング C のエスカレーターがあったところに アイランドラテ、アイランドラテ一番ベーシックなこれ。うん、これめっちゃ美味しい。アイランドラテ美味しい。うん、うん。アサイボールも到着しました。これはグルテンフリーのグラノーラに変更してます。美味しそう。うん、美味しい。甘さ控えめ。そう、うん、3日目にして両替をします。今日までは前回夫がいた時の余り100ドルちょっとでやっていけたんですけど、チップだったりなんやかんやでなくなってしまったので少し両替します。1万円両替して69ドル80セントでした。かわいい。すごいヒール高い。目当てのものはやっぱりサイズがありませんでした。残念。小さいサイズは割と置いてあるんだけど。丸亀うどん。このキャミソールすごいかわいい。It's what you're doing, making me feel like I'm falling.
かわいいね。これからホテルのプールへ行きたいと思います。こ
ちらのお部屋にあらかじめ置かれているリッツカールトンのバッグの中にタオルと水だけ入れて持っていきたいと思います。顔の日焼け止めの塗り直しは昨日買ったイリアのスーパーセラムスキンティント、こちらが SPF40 入ってるのでこれを上から塗って済ませたいと思います。飲む日焼け止めを追加でもう一錠飲むのと、体にも日焼け止めを塗るんですけど、こちらのセタフィルが昨日使ったんですけど、体が真っ白になるのと洋服についてしまってあんまり良くなかったです。良くなかったんですけど、1時間ビーチで肩を出したドレスを着て撮影しても肩がほとんど焼けてなかったので、多分日差しを防御する力はすごく強いです。なんですけど体が真っ白になっちゃうし、伸びが悪くて洋服も汚れちゃうのでちょっと使いづらいなっていう印象でした。で、夫が買ったこのニュートロジーナはすごいつけた瞬間透明になるし、ベタベタしなくてサラサラで、こちらの方がすごく良くて、今は私も夫もこっちを使ってます。私の敏感なお肌でも全然荒れてしまうこともなく、私は体にしかつけてないですけど、これはすごい良かったです。ZOZO タウンで買ったラッシュガードに今日はフォレスターで買った短パンを水着の上から着てます。ピザを食べようと思って急いで準備して、いざ食べようってなった時に体調不良になってしまって、私が結局ピザは私はまだ食べてれません。多分夏バテです。夏バテになっちゃいました。で、今1時間ぐらい横になって、でだいぶ落ち着いたのでお風呂で温まって少し食欲が湧いてきたので、夫が切ってくれたパパイヤ野菜を食べたいと思います。で、お水もちゃんと飲みます。で、食事しながら明日はレンタカーでノースショアに行く予定なので、明日のプランを夫と立てながら食事をしたいと思います。4日目の購入品を紹介します。まずはアーバンアウトフィッターズで購入したこちらのキャップです。お色はネイビーで、ここにニューヨークヤンキースのロゴが入っています。こちらは29ドルでした。次にフォレスターでお洋服を2点購入しました。こちらは部屋着にすごく使いやすいかなと思って購入しました。下にフォレスターというロゴが入ってます。こちらは1つ10ドルでした。で、もう1つが完全に一目惚れで、スパイダーマンのイラストが入っている T シャツです。で、こちらはメンズのものでした。部屋着で少し大きめに T シャツを着たいときにすごくいいかなと思って購入しました。こちらは1つ20ドルでした。で、最後にワイキキマーケットでこちらのショッピングバッグを購入しました。で、こちらが1つ24ドル99セントでした。
今日はノースショアに行く予定だったんですけど、ノースショアは明日に変更してカイルワに車で行くことにしました。今日のお洋服はザラのワンピース、バッグがこんな感じで、これからレンタカーを借りに行きます。まさかのナンバープレートのついてない新車を貸していただきました。ゲットしました。パフっていうやつを2つ、味がマカダミアとココナッツを頼みました。意外とすぐ買えたね。なんかいっぱい並んでるかなって見たけどね、スルスルって言ったね。ハウピア、ハウピア美味しい。おすすめしてくれたマッチケースを購入しようと思います。ほぼ夫のお気に入りのものです。次はどうしようかな。なんかこういう雑貨屋さんもいいなと思う。ね、すごい可愛いお店だった。もう店員さんが本当に優しくて、いろいろ教えてくれて、ね、本当に優しかった、ね。で、大きさがこれがスモールで、夫のがラージ。レギュラー？レギュラーで、ポケを2種類から選んで上に乗せてくれます。私がタコのポケとサーモンのポケ、アヒのシソ、シュリンプポケとアヒのシソ。シソ美味しそうだね。で、お店の外にベンチがあるので、ここでいただきます。美味しそう。
番美味しいかもしれない。目立ってる。ピンクかわいい。買ったので、これから車でカイルアビーチに移動します。200メートル先、左方向です。その後、目的地に到着します。右です。1ワンピースでも素材が2種類で選べます。
大好きなシリーズ。オートミールは基本このオートミールを食べて、サラダとエビを購入したのでホテルに帰りたいと思います。2日目の夜ご飯はワイキキビーチマーケットで購入したヒレ肉と、今日ダウントゥーアースで購入したサラダと豆腐結びとデリーです。いただきます。今食事を終えて食後のデザートを買いに高橋果実店に向かってます。うん、5日目の購入品紹介をします。まずジリアでワンピースを購入しました。こちらがセールになっていた商品だったんですが、ちょうどサイズ、私に合うサイズがあったので購入しました。でもハワイでは着る予定がなくて、このまま持って帰るので袋から出してません。次にダウントゥーアースでの購入品を紹介します。まずこちらのモリンガパウダーを購入しました。モリンガというのは栄養素が豊富なスーパーフードです。こちらはヨーグルトに入れたりスムージーに入れたり、いろいろな使い方ができるので日本に戻ったら使ってみたいと思います。次にバジャーの日焼けドメスティックです。こちらが SPF35 のものです。塗った感想は少しベタつくんですが、白浮きもなく洋服についてしまうこともなく使えました。外出先での日焼け止めの塗り直しに重宝しそうです。こちらそれぞれ価格が、モリンガパウダーが20ドル99セント、バジャーのスティックタイプの日焼け止めが9ドル79セントでした。ココズトレーディングポストではこちらのティーインフューザーを購入しました。この網の中に茶葉を入れて紅茶を作るものです。チェーンの先にストーンがついていてすごく可愛いデザインだったので一目惚れして購入しました。一つ16ドルでした。あとはリブビューティフルホームでも商品を購入しました。こちらが多分布巾でテーブルの上に敷いたりとか、何か物を置くときに下に敷いたりしたら可愛いなと思って購入しました。あとはキッチン用品を主に購入したんですが、割れ物なので開けずにそのまましてます。石鹸を置くソープディッシュとお香をつける際に活躍しそうなマッチケース、マッチの入れ物を購入しました。